いた。でもこれって何の美術品なんだろう。それは魔女の瞳と呼ばれているネックレスだよ。魔女の瞳？そう、光の加減ではまるで瞳みたいに見えるだろう。つかぬことをお伺いしますが。ん？どうしたの？実は私お腹が空いてしまって。軽食を出してくれるラウンジの場所をご存知ありませんか？そっか、お腹が空いてるんだ。あいにくこういうものしか持ち合わせがないんだけど、もしよかったら。珍しいお菓子をありがとうございます。せっかくですし、いただきますね。うん、おいしい。あ、やっぱり。ところでこれ、ソルシエでは見ないお菓子ですけど、グイードのお菓子なんですか？一応そういうことになるのかな。と言っても俺が趣味で作ったものだけど。え？このグミあなたが作ったんですか？すごい、お菓子作りが趣味なんですね。いや、別に趣味はお菓子作りに限らないんだけど。それよりもグミって？このお菓子グミッとしてるからそんな名前なのかな、なんて。グミッとしてるからか。面白いことを言うんだね。いや、うん、でもちょうどいいかな。実はまだこれには名前をつけていないんだ。だからグミっていう呼び方そのままもらってもいい？え、そんなつけ方でいいんですか？君に命名してもらえるならその方が俺も嬉しいし。ダメかな？いえ、私は構いませんが。ん？どうしました？ううん、美味しそうに食べてもらえて嬉しいなって思って。いえいえ、このグミがあまりに美味しいので。姉さん、知らない人から食べ物をもらうなんてダメだからね。美味しい食べ物をくれるからって見知らぬ人についていったらいけないからね。な、聞いてもよろしいですか？ああ、ごめん、名乗ってなかったね。俺はロジ…あ、いや、ロジーさん？あ、うん、ロジー・リンドって言うんだ。ロジーでいいよ。気づいてるかもしれないけど、クイード人だよ。私はカタリナです。うん、よろしく、カタリナ。ってごめん、こんな話し方じゃ君に失礼かな。いえいえ、私も堅苦しいのは苦手なのでそのままで平気です。そうならよかった。
ああ、俺にも敬語はいらないよ。じゃあ、ありがたく。ロジ、これからよろしくね。うん。そういえば、ロジーはもうこの船のプールに行った？実はさっき行ってきたんだけど、すごく広々としてて気持ちよくって。へえ、プールか。いや、俺は行ってないかな。遊びに来るのはここぐらいで。美術品が好きなの？さっきもここの展示品に詳しかったし。あ、またここに来たらロジーに会える？あ、いや、俺は実は俺、お客じゃなくてこの船の技術部スタッフなんだ。え？そうなの？で、普段は作業着を着て管理区域の方で仕事をしているんだ。でも管理区域は狭苦しいからさ、休憩時間には私服に着替えてバレないように外の空気を吸いに来てるんだけど。実は仕事仲間にバレると大目玉なんだ。だから俺がここまで出歩いていること、誰にも言わないでいてもらえると助かるな。わかった。そういうことなら内緒にしておくわ。友達だものね。友達？ええ、グミももらったし、もう友達よ。だから友達の秘密は必ず守るわ。これで私も共犯者ね。うん、ありがとう、カタリナ。こちらこそ、とっても美味しいグミをありがとう。じゃあロジ、またね。グミありがとう。うん、また。はあ、何やってるんだ俺は。下手に近づいて悟られるなってシルバに言われたばかりだったのに。でも本当に彼女がこの船にいるだなんて。結局我慢できなかった。でも本当にまずかったな。友達か。ずっとあの子を騙し続けるってことだよな。やらなきゃいけないんだ。